危険を避けるため暗くなる前に撮影ポイントへ移動。ホタルの光を風景にどう入れるのかイメージしましょう。こっちに向けて撮るような、この川の上をホタルが飛んで、すごくいい感じに撮れるので、私はこれをスマートフォンと税込み110円の三脚で撮ろうとしてます、はい、撮影にはカメラをしっかり固定できる三脚が必需品です。金額安くても久保田真剣に撮ろうとします。最後に暗い場所で撮影できるスマホのナイトモードに設定すれば準備は OK、 あとはホタルが出るかどうか頼みます。ホタルのみんな、には見えるホタルもテレビカメラでは見えず。その頃久保田さんはといえば、ちょっといい感じですかこれ。いいじゃないですか。やったやった、すごい。もしかして撮影成功、うん、ちゃんとホタルが入ってるし、おかげさまで記念に残る写真になりました。あ、よかったです、はい、気になりますでしょう、うん、今回の収穫の写真こちらです。久保田さんの撮影した一枚がこちら。流れるホタルの明かりがなんとも幻想的な作品になりました。土佐山の美しいホタルの姿、スマホでも見事に捉えることができました。